ありがとう、東方弾幕かぶらありがとう。はい、もう今日は涙はなしで笑顔で楽しく最後の最後の、ダンカブありがとう、スペシャル感謝動画です。ダンカブ実況にダンカブ実写に、ダンカブアニメに音ゲー神様に、盛りだくさんでお届けしていきますのでぜひぜひ、最後までお楽しみくださいね。はい、水着霊夢ちゃんのお出迎えよーん。水着マリサが3体も先に出て、そのうちの2枚エンブレム付きの中、出なかった水着霊夢。それな、それはもう忘れましょう。それじゃあまずは、ダンカブ内の霊マリの掛け合いから見ていくぜ。はい、かわいい。こんな日はこうやって縁側で寝るに限るわ。おい、レイム。はい、来ました、マリサ。することがないからって毎日怠けるなよ。最近は誰が来てもろくに相手もしないし、昼寝ばっかりだし。睡眠は美容に大事なのよ。睡眠と昼寝はちょっと違うような。うるさいわね。別にいいじゃない。実際暇なんだし、誰が困るでもないし。まあな、好きなこと、やりたいことやるのが一番。それなら私とこれから弾幕勝負をしようぜ。何その面白そうな展開。勝った方の言うことを何でも聞くってことなら、何でもちょっと怖いやつ。やる気も出るんじゃないか。それであんたの気が済むんならやってあげてもいいけど。お、霊夢さん承諾。よし来た、早速始めよう。こんなだらけてる霊夢に負けるわけないし。ちょっとせこい、ダンカブマリサよ。絶対言うのを聞かせてやるぜ。そして一撃で負けるマリサよ。さすがに草、最強霊夢ちゃん。一撃で負けるなんて。最初に勢いよく仕掛ければ、だらけてる私にだったら勝てると思ったでしょ。何もかも、お見通しの霊夢さん。悪いけど、勝ったら命令ができるんなら、がぜんやる気は出てきたわ。残念だったわね。さあ、勝った霊夢のお願いは何かな。欲を出しすぎた私の負けか。煮るなり焼くなり好きにしろってんだ。いや、なんでもの範囲、文字通りなんでもありか。さすがに煮たり焼いたりはしないけど。さすがにな。そうね。それじゃあ今日の飲み代をおごってちょうだい。うん、ちょうど良いレベルのお願いだ。そんなんでいいのか。お礼扱いくらいは。ダンカブマリサ、結構サイコパス。奴隷扱いを余裕覚悟で。何だと思ってるのよ。久々にやる気になってすっきりしただけ。そのお礼みたいなもんね。今日はたくさん飲むから。まあ何はともあれ、やっぱほっこりしますな。この二人の他愛もない掛け合い。お安いご用だぜ。次は絶対に負けないから覚悟しとけよな。それじゃあお次、あんま実況内では紹介してこなかったコンテンツだけども、結構好きだったぜ。幻想郷の復興、箱庭モード、ちょっと覗いてみよう。まずは白霊神社。マリサよ、借りたら返すのよ。続きまして、コウマ館。お、こんなところに咲くやさーん。そして魔法の森、幻想的だぜ。それじゃあそろそろラスト、主の推し、チルノの場所よ。ここでのキャラ、また違った可愛さがあって最高でした。ありがとう、箱庭モード。そしてね、ダンカブといえば乙女はもちろんでございますが、乙女と同じぐらい、いや、むしろ実況的にはこっちのが多めだったか。はい、素敵すぎるキャラ。イラスト、マジで神へのオンパレードでした。我々もね、課金もたくさんしてのガチャ引きまくりで、たくさんのカードゲット。ってことでね、我々が独断と偏見と思い出で選んだダンカブ御霊カード。ランキングトップ10の発表じゃーい。はい、第10位は初期から実装されていた SSR 南津さん。何が思い出深いって、リセマラではエンブレム出るまで1500連かかったのに。リセマラ終了後、初の10連でエンブレム付きできた1枚。そして第9位はテイちゃん。とにかくね、この絵はもうさ、すべてが、文字通りすべてが可愛すぎんだ。エンブレム付きでゲットできて最高でした。第8位は食欲爆発、ゆゆこ様、やっぱ食べてる1枚最高すぎでランクイン。お口もぐもぐ、可愛すぎます。そして7位、コウマ館組大集合な、コウマ館のクリスマスよ。よく見ると奥に、メイリン、コアクマ、パチュモ。
そして6位はチルノタンです。主の一番の推しキャラチルノタン。最後の最後、これのエンブレム付き狙ったが、残念ながら引けず。そしてジャンプの裏にもなったこの1枚が堂々の5位よ。このショート、地味にバズって33万再生。からの第4位もコウマカン。やっぱこのメンバーの水着は最強でした。エンブレム付きで出た時の発狂、今でも鮮明に覚えている。からの3位、表彰台はまさかのイベント配布の無料カード。これ、無料でもらっていいんですか?と、当時大喜びの文化祭の1枚。そして第2位、ダンカブといえばこの1枚が思い浮かぶ人も多いのでは?事前登録報酬でもらえて、途中までダンカブ起動時の1枚でもあったこちら。この1枚を超えてきたのはもちろん。まずは初期マリサ、つい先日、終了間際にエンブレム付きでゲット。はい、ごめんなさい第1位と言いつつ、この4枚は順位付けられないってことで。2枚目、水着マリサー、エンブレム付きで2枚も来たー。だからお忘れ。となればですね、当然3枚目はこちらの水着霊夢ちゃんからの。主チャンネル段下部はこっから、こっから全てが始まったんだぜ。はい、この初期の霊夢、エンブレム付きエンブレムを求めて、約4000年という鬼地獄リゼマラをして始まったんじゃー。ってことで第1位はやっぱり霊マリでございましたー。このエンブレイム動画で。はい、急に始まる実写よ。エンブレイム動画でダンカブ動画投稿キャンペーン、一番良い優秀賞をいただいた我々。ダンカブ愛で自宅のリビングも、ずっとこんな感じになっておりました。はい、賞をいただいた際のお手紙です。この後もらった商品とかもご紹介。こちらが公式サイトの受賞ページ。それじゃあグッズ紹介、まずはダンカブレイムちゃんクッション。そしてこの特大ポスターも優秀賞の景品としていただいたものです。あ、上のやつはローソンとのコラボ商品を買ったやつよ。直接関係ないハマリザによりなし。はい、久々登場アコパンダさん、東方弾幕カブラ、本当にありがとうございました。ありがとうで土下座しないでね。ふ、見てくれこのかっちょいいハッピもいただいたんだぜ。ダンカブハッピシャツもしっかりレイマリー。この特大最高級レイムフィギュアもエンブレイムつけたご褒美で購入。お値段約4万なり。そしてこれも優秀賞の商品、特大ダンカブレイムアクリルスタンド非売品。これはね、ダンカブグッズじゃないんだけど100均で見つけてダンカブガチャやんと購入。マジでそっくりじゃないっすか。そして実写でもダンカブ、紙引きをした我々よ。全6種類がランダムで入っているローソンコラボアクリルキーホルダー。これを6個買ったらまさかのかぶりゼロ、無駄ゼロで紙引きコンプだったのでした。いやー懐かしいなー。いいなーこの懐かしって楽しい感じ、蘇ってくる感覚。そしてダンカブアニメも作っていた我々。ってことでアニメをお楽しみいただく前にちょこっとご報告です。本日主チャンネルのダンカブ動画再生リスト作りました。なんと動画数170以上。概要欄にもリンク載せておくのでぜひ、ちょっとダンカブ恋しくなったな。なんて時はぜひ、適当に見てくださいな。主も自分で見返しちゃうかも。それじゃあこっから5分程度、ダンカブアニメ、お楽しみください。あ、ダンカブ面白すぎる。マジで最高だわ。ねえ、私もハマりすぎちゃって、1日10回のおやつタイムが最近は7回ぐらいに。私も、ちょっとやりにくいけどもこの古いスマホで頑張って毎日遊んでるわ。音ゲーが面白いのはもちろんだが、曲も最高なんだよな。みんなはどの曲が一番好き？もちろん一番はこれよね。いやいやこれだろやっぱ。私はこれだ。それで、霊夢のナンバーワン楽曲は？いやその決まってないと言いますか、そもそもわからないと言いますか。わからないってどういうこと？ほら、耳に残る曲とかあったりするじゃない？そう。それがですね、私のスマホ古すぎて推奨端末より全然低い性能、正常に動作しなくって。音が一切出ないで無音でやってるの。この音が重要すぎるってか、音がメインみたいなアプリで。それでも無音で頑張ってやってるってすごー、東方アイスゴー。以上、
まさかの音ゲーを音なしゲーで、めっちゃ頑張っている視聴者様、実話をアニメ化してみたよ。来たわね、新ガチャに新イベント。やっとだな、待ってました。ダンカブ最高。新 SSR キャラはかぐや様、欲しいなこれは。新曲はどんなのかな。お、やはりヘルプミーエリンだよな。てかなんだこの画像やばい、かっこいい、私もやりたい。え、マジで？すごい迫力だな。ってやりたいってもできないだろこんなマッチョ。なれるよマッチョ。なんとなんとあら不思議。両マッチョー、これを食べればあなたも一瞬でムキムキボディに。いやなんで私も。すばらしい、さっき。ヘルプミーエマリン。マジでこの曲、頭から離れないわよね。これでどう？さあ乗ってきたわよ。とかこの曲、うん、むずいのよね。推し100コンボ。行くわよ。推し、今の難所、クリアだぜ。よし、いける、いけるぞフルコンボ。さすがに無理だったか。そしてサビ、やっと中毒性強すぎ。このメロディーと歌詞と勢いと。やばい、テスト中なのにあのメロディーが頭から離れない。答えが出ない。ノー、全然問題に集中できーん。ちょっとヨウムちゃんこれどうしたの？テストはちゃんとやらないとダメじゃないの？違うんです。ハニワに脳内ジャックされていたんです。以上、視聴者様のコメントにめっちゃ共感して作ったダンカグアニメでございました。はい、アニメからの音ゲーの神様、一レベルを完全に超えてしまった。天才音ゲープレイヤー京さんのアンノーン X 難易度 X の神動画をお届け。昨日の最後のダンカブ公式生放送でも発表がありましたが、これを判定強化なしでオールブリリアント、東方弾幕カブラ完全制覇を成し遂げたのはまさかのわずかったり。京さんには以前、親指で松酔いないとバグのルナティックオールブリリアント動画を紹介させてもらって、その時からつながりがあったのですが、今回この最後のダンカブ感謝動画制作にあたり、最後に神プレイ、もう一度私の動画内でご紹介させていただいてもよいですかと連絡してみたところ、心よく快諾いただきまして、本当にありがとうございます。そして褒め言葉として、最上級の褒め言葉として、もう人間やめている京様、圧巻プレイ、最後までどうぞ。マジでどんな人生送ったらこのレベルに達するのだろうか。マジでなぜこれで指がバグらないで正常に動き続けられるのだ。もうさ、ミデスラを一見レベル4で改めて見ると、もうこの動画何回も見てるのに。昨日の生放送でもビートマリオさんとか言ってました。人間じゃない。ここでこんなゆっくりからの。いや、スピードもらったふふ、もうすごすぎて、ふふ、笑うしかないってまさにこのこと。マジで、天才ってこういうこと言うんだな。
神映像、ごちそうさまでした。はい、ってことで共産の段下部完全制覇でございました。最後にこんな映像見させていただき感謝。おし、それじゃあ最後の最後にですね、主も音ゲーの方、挑戦して締めるぜ。やっぱ段下部の最後は音ゲーやらねば。ってことで最後、昨日のサービス終了間際に主ちゃんが一発勝負で挑戦。見てくれ、主の段下部集大成、幻想に咲いた花、ルナティックです。あえて、実況はなしでいきます。フルコンはできなかったけども、遊び尽くした本当に楽しかった悔いはないであるのは感謝だけ。本当に1年と3ヶ月間、マジのマジのマジでー。心の底から、全身全霊で、ありがとうございましたー。最高だったー。しゃ、もう涙は拭いて。嬉しいことにね、段下部新作の発売も決定しましたので、また大手新段下部ってことで一旦、こちらの東方弾幕かぶらは、これにて完結です。東方弾幕かぶら、運営様、そして視聴者様、本当に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 ありがとうございました。また新作で会いましょう。では、皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。